男性はこんな瞬間に必死で女性を追いかけたくなってしまうんです。こんにちは、小川健二です。このチャンネルでは人間の思考や行動の本質に効果することで恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています。動画はほぼ毎日更新しています。最新の動画を見逃さないためにもチャンネルの登録をよろしくお願いします。また僕への個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションまでお越しください。男性がその女性を必死になってね、我を忘れて追いかけたくなる、そんな瞬間ってあるんですね。それはどんな時なのか、今日はその代表的なものを6つご紹介をしていこうと思います。そもそもね、男性心理というか、男性が恋愛に対してどんな取り組みや考え方をしているかという問題については、こういうセミナーなんかでもねご紹介をさせていただいています。僕は講師やってますんでお越しいただくと僕が喋ってますから、こちらにね画像が出ていて、日程とか場所とかは下の、リンク先が出てるので、そちらからねホームページに飛んでいただくと詳しく出てますから、そこでねご都合よければご参加いただいたりとか、ここにも同様のリンクが出てますので、こちらの方でね、詳しくお話聞いていただければと思いますが、今日はですね、追いかけたいな、この人は絶対に手放してはいけないな、そう思ってしまう、本当にね我を忘れてというか、他のことを横に置いといても必死で、あなたを追っかけていく、そんな瞬間はどんな時なのか、そんなお話です。もちろんここでご紹介差し上げる話、すべてのケースに当てはまるかというとそういうことでもないので、個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションにお越しいただければ、あなたの状況や環境、そして心の状態をお伺いさせていただきながら、より実践的なアドバイスをさせていただいたり、問題解決が必要であれば問題解決のためのお手伝いをさせていただくこともできます。これも下の概要欄、説明欄の方にリンクが出ていますので、そちらから飛んでいただくか、こちらの方にもリンクが出ていますからホームページに飛んでいただいて、こちらはねマンツーで、1対1でお話しさせていただくものなので、ご希望の日時とご入力いただいてお申し込みくださいませ。ということで今日は男性がね必死であなたを追いかけたい、そう思う瞬間はいつなのか、代表的なものを6ついきたいと思いますが、そのうちの1つ目はこちらです。はい、逃げる素振りをね、見せられるというか、言っちゃうと逃げられると男の人はね、追いかけたくなるんです。犬かお前はっていうふうにね、突っ込みたくなると思いますが、大体知能は犬と同じぐらいですからね、僕も多分うちの犬と知能同じぐらいで、うちの犬の方がひょっとしたらね賢いんじゃないかなと思うぐらいの、知能しかないんです。特に恋愛事に関して言うとね、そこにあるからね、もう安全で守りたくなる、守るということはそれ以上のことはしないというのが男性なんでね、しかし手元からスルリと転げ落ちそうになる、自分がね今まで持っていたものを失いたくない、そう思ってしまうからこそ追いかけるんですね。だからあなたが彼にね、私をね横に置いといてくれやとか、私のそばから離れたらあかんよっていうことでぐいぐいとあなたから彼の方に寄っていくと、彼は安心しきってね、追いかけていく必要ないわけですよ、そこにいるからね。それよりもちょっとね、あんまりそういう舐めたことしてるんだったら、もう私ちょっと実家に帰らせていただきますということでね、荷物を風呂敷に包んでね、こう出ていくそぶりなんかを見せようとしたら、いやいやちょっと待てという話になったりもするし、まだねお付き合いしてない段階でもちょっとそういうねふざけたこと言ってるようであれば、私あなたとお付き合いとかしたくないわというようなことを、言い方はねあります、言い方はね、ただそういう素振りを見せたりとか、彼からちょいちょいアプローチがあってもね、すぐそれに応えないようにする、そうすることによって彼はあなたをね一生懸命追いかけていくと。ただこれもねニュアンスというかバランスの問題なんで、ガチ逃げをするとね男の人はそれだけでもうちょっと無理なんだということで、プライド傷ついてね、それ以上追っかけていく気がなくなっていきますから、多少のね期待感は抱かせた方がいい、期待をねさせないと男の人って逃げられても追っていくことがないので、人参はねぶら下げてあげながら、逃げていくと。こちらに画像があって、こちらにリンク先が出てるので、こちらの話ちょっと思い出していただいて、ちょっと微妙でね難しいかもしれませんが、完全にね逃げてうわーってこう走ってね、わキモいわーって言ってこう逃げていくと、それはもう男の人はそうかダメなんだっていうことで終わっちゃいますから、ちゃんとね追っかけてきてくれる、つまりあなたが誠実な態度を示してくれて、私をね愛しているんだということを行動でね見せてくれるんであるならば、それにね答えてあげてもいいよ、そうじゃないんだったら知らないわっていうことで、逃げていくような素振りを見せてあげると追っかけてきてくれるようになるので、バランスの問題っていうところではあるし、いきなりねあんまり小手先で逃げる逃げないみたいな話をすると逆にドン引きされることもあったりするから、使い方要注意ではありますが、考え方としてね男の人は逃げるものを追いたくなると、いうことをね覚えていていただくといいのではないでしょうか。
さあそして2番目です。はい、障害があると追いかけてしまいたくなってしまう。まあ、1番目の話とね少し絡むかもしれませんが、まあ、人はね手に入りそうで手に入らないものってやっぱりどうしてもね手に入れたくなってしまうじゃないですか。まあ、本当はねそんなに欲しいものでもなかったんだけど、まあこの本を買おうかなと思って本屋さん行ってみた。あ、ない、あ、ちょっとなんか残念だな、じゃあちょっと他の本屋さん行ってみよう、あ、こっちの本屋でもない、え、ちょっとこれは納得いかないな、ちょっとあっちの本屋行ってみるかみたいなね、軽い気持ちで買いに行った本がなかっただけで、もうとにかく手に入れたくなってしまってね、あちこちの本屋回ってしまうみたいなね、まあ、本じゃなくてもいいんですけど、まあ、そういう経験ね、あなたもあるかもしれません。手に入りそうで手に入らないもの、どうしてもね、人は追いかけてしまいたくなってしまうんですね。例えば彼とあなたの間に少しね、障害がある。それは、まあ、距離の問題とかね、時間の問題とか、例えば、まあ、ご年齢とか、また周囲の人がね、大反対をしているとかね、まあ、なんかお家柄が違うとか、まあ、あとはなんかビジネス上のお取引の利害関係のある関係だから、なかなかね、こうちょっかい出しづらいとか、すぐに声かけられたりとかね、まあ、頻繁に会うことができたりすると、まあ、それがね当たり前になってしまうから、そこから先もう追っかけていく必要ないんですよね。だって追っかけなくてもね、まあ、そこに行けば会えるし、口説けばこっちになびいてくれるし、ご飯食べ行こうって言ったら食べに来てくれるんだったら、まあ、すぐにね、そんなにこうエネルギーをかけなくても達成できてしまう。それよりもちょいちょいとこうハードルがあってね、それをこう乗り越えていかないといけない、そして乗り越えた先にはそこに喜びがある。この場合の喜びというのは、あなたを手に入れるということが見えていると、やたらね盛り上がっていくんです。まあ、なので、頻繁にねこうあなたの方から会いたいという気持ちがあるのはわかるんだけど、あえてね、いやちょっと今忙しいから会えないんだとか、まあ、ちょっと今価格しかじがこういう事情だから、あなたと深い仲になるのはちょっと待ってよねということを、逃げるわけではないんだが、そこに障害を置いてあげる、ハードルをねポンポンポンと置いてあげたりすると、今までだったらね全く無関心っていうことはないんでしょうけど、それほどあなたに対して意欲的じゃなかった人も、ハードルがね見えた瞬間に、おこれはちょっと乗り越えなきゃいけないぞ、そんなね意欲が湧いてきて、ハードルをねガーン乗り越えていきながらあなたの元にやってくるというお話です。さあそして3番目です。はい、希少性が、ね、あるということ。この場合の希少性というのは、世間一般にとっての希少性ではなくて、彼にとっての希少性ですね。あなたでなければいけないという理由が彼にとってある場合は、これはどうしてもね追いかけないと手に入れられないからね、めったにない機会というか、まあ、せっかくねそういう人との出会いのご縁であるならば、まあ、それはね必ず手に入れたいと思いますよね。まあ、その希少性は何を指すのかというのは、これはもう完全にね人によって違うと思います。例えば彼のマニアックな趣味とあなたのマニアックな趣味はね完全に一致をしていたとかね、まあ住んでるところはものすごく近くて、彼は家が近いところのお相手を探していて、あなたがたまたまね家が近いところに住んでいたとかね、まあ何だっていいと思うんです。彼にとってこの人しかいないぞ、まあもっと言うとね、彼の周囲に男性がね、男性しかいなくて、彼の周囲には、女性が全くいない中であなたしかいなかった、彼にとっての出会いはあなただけ、もうねあなたしかいないわけだから、必ずねやっぱり追いかけていかないと失うわけにはいかないので、この絶好の機会逃すわけにはいかないということで、あなたを追いかけていく。さらにそこにね、障害があったりとか、あなたが逃げるような素振りなんか見せた日にはね、もう必死というかもう我を忘れて、ね、あなたを猛ダッシュで追いかけていくようになるので、だからそのあたりは、ね、まずあなたがねこう彼のことをちゃんと知っておくというか、彼にとって自分がどんな価値があるのか、何がね自分は彼にとっての売りになるのかということを、まあ、そこはちょっと冷静にね考えて、まあ、そのあたりうまく見せられるようなものがあるのであれば見せてあげると、彼との関係ね深めていくことができるし、彼もねあなたに対してまあ積極的になるし、まあ、あなたもね逆にそういうふうに何かしらね、自分の価値っていうのを分かってくれて追っかけてくれる人がいるならば、まあ、それはそれでね受け入れたいなというふうに思ってもらえると、受け入れたいなというふうに思えると思うので、ぜひねご自分が彼にとってどんな希少性を訴えられることができるかということも少し考えてみていただくといいかもしれません。さあそして4番目いきましょう。はい、
体の相性の問題ですね。体の相性がいいというのはこのチャンネルの中でもね、随分ご紹介をさせていただいています。いわゆる性的な問題ということだけではなくて、性的な問題についてはね、こういう話ご紹介をさせていただきましたから、まあ、こちらもね後で合わせてご覧になっておいていただくといいと思います。こちらに画像が出ていて、こちらにリンクが出ています。また、性とかね体の関係の話についてはこのチャンネルの中で随分ご紹介させていただいているので、チャンネルご登録いただいてね合わせて ご覧になっていただければいいんだけど、ここで言ってる体の相性というのは、そういったね性的な問題に限らず、まあ、本当にまさしく文字通り体ですよね。体が並んで立った時にね、なんか座りがいいというかね、なんか穏やかでいられるとか、例えば手を握っただけで、ホッとするとか、まあそれこそあなたをね彼が腕枕した時に、彼がすごく安心をするとかね、逆にあなたも彼の腕枕であればね、他の人の腕枕とかだったらちょっと暑苦しくて嫌だなとか思ったのに、まあ彼との腕枕だったらすごくなんか心が安らぐとか安心するとか、あとはまあ匂いの問題とかね、なんかねそれがいい匂いか悪い匂いか一般的にはどうか知らないんだけど、あなたにとってすごく、あこの人との香り、この人の香りってすごくいいよねって思う人っていると思うんですよね。それは男性も彼女の匂いってすごくいいよね、あなんかおばあちゃん家の匂いだこれみたいなとはちょっと違うんだけど、なんか心が落ち着くような、実際のねこう嗅覚に訴えかけるかどうかは別にしても、感じる香りとか、まあそういった今言ったような体のバランスとかね、まあ、皮膚と皮膚が触れ合った時の何かこうビビッとくる感覚って、さっきね言った希少性という問題もあるんだけど、あんまりそういう人ってねいないじゃないですか。まあなんとなくね、まあ、相性がいいよね、性格が合うよねっていうことはあったりとか、話してて楽しいよねっていう人はいたりするかもしれないけど、体そのものがね触れ合ったりとか、並んだ時のこのバランス感とか座りの良さみたいなものを感じられるお相手ってね、そうそういないんですね。それは女性から見て男性、男性から見た女性もそういう意味では希少性があって、まあ、そういうふうに感じる人っていうのは、まあ、男の人っていうのはね割と、まあ、なかなか手放したくないというか、またねあの人と一緒にいたりするとすごく心落ち着くから一緒にいたいなと思ったりしますよね。だからここはね、じゃあ努力でなんとかなるんかとかね、工夫でなんとかなるんかっていうとちょっと微妙な問題だったりもするから、まあ、元々のね持ってる素養というところとか相性というところの問題もあったりするんでね、はっきりこうした方がいいとは言えないんだが、まあそういうこともあるよねというふうに頭の片隅にね置いといていただければいいのかなと思います。そして5番目はこちらです。はい、出ました。習慣化してしまった時ですよね。彼にとって、あなたがね、必要な存在というかルーティーンにね完全にはまってしまっている状態。男の人は、再三申し上げているようにルーティーンが好きなんです。朝起きてね会社行って飯食って夜寝る、朝起きて会社行って夜飯食って寝る、週末はね、ゴルフ行ったりして、夕方ビール飲んで寝るみたいなね、もう本当に同じことしかしないよね。同じことしかしないんです。同じことの世界の中に入っているものを崩されるのが嫌なんです。それが崩されそうになると必死にねもがくんですね。男の人が会社を辞めなかったりすることってありますよね。会社が潰れそうだったりとかね、ブラック企業だったりして、まあ確かに辞められないいろんな事情があるんでしょう。でもね、辞めない理由は自分の生活のね習慣を崩したくないっていう理由もかなりの割合で多いんですね。だから愛社精神があるんじゃないんです。自分のルーティーンを変えるのが嫌だから、その会社の仕事に問題があったとしても辞めないということは、あなたとの関係がね完全にまあルーティーン化してる、まあ週末はね一緒に会いますよとか、まあ月に 1,2 回はね必ず会ってここでご飯食べ行きますよみたいなことがパターンとして決まっている中で、あなたがちょっとまあこの関係とかやめたいなっていう話をしたら、おいおいちょっと待ってくれと、俺の生活習慣崩すなよということで、あなたを追っかけるようになっていく。まあ追っかけるというかね、もう完全にルーティン化してしまうと、もうそのねルーティンを崩したくないから、結果的にあなたを守ろうとするというか、あなたがそこから逃げ出そうとしてもね、彼は、まあ、執着をするというかね、まあ、手放したくないという話になっていくんです。まあだからこのルーティン化というところと、まあ一番目に言ったねこう逃げるっていうところのバランスって結構大事だと思うので、ある程度ルーティンに入りながら、あんまり舐めたこと言ってると私はあなたのルーティンから出ていくわよというような見せ方をしてあげたりすると、彼はねあなたを必死で追いかけ続けるということになっていくのではないでしょうか。さあ、そして最後6番目です。はい、
他人がね、あなたを認めてくれた時、彼がねあなたのことを最初はあんまり好きじゃなかったとしても、他人がね彼女ってすごくいいよねとか、彼女のこういうとこってすごく魅力的だよね、彼女を俺ちょっかい出しちゃおうかなみたいなことを他人が言うでしょ。そうすると、おいおいちょっと待てと、俺はね彼女を最初に見つけてたんだよ、俺が彼女にアプローチしたんだよ、まあ、それを口に出さなくてもねそういう気持ちになってしまうんですね。なぜならば一番目にも言ったように、まあ、逃げられるというか他の人に奪われてしまうんじゃないかっていう不安感や恐怖感があるから、そうなる前にまず自分が追っかけなければいけない、そんな気持ちになるんです。そして同時にね、これはまあ男性だけじゃなくて女性もそういうことあるとは思うんですけど、自分ではその価値に気づいていなかったんだけど、周りがねその価値に気づくことによって、あ、確かにこういう魅力あったよねって思うことってあったりするじゃないですか。まあ、あなたから見た時にね、なんかこれは大してあんまり面白い映画じゃないよねとかね、思うような映画でも周りの人がおもろいと言ってると、あれ、じゃあ確かに面白い映画だったのかな、もう一回見てみようかな、あ、確かに面白かったって言いながらこうハマっていってしまうことってありますよね。他人がね評価をすることによって、奪われてしまうんじゃないかっていう不安感と、その価値の再発見っていうところに結びつくので、だからあなたがね、あなたの魅力を彼がいまいちこう分かってないし、こいつ全然追っかけてくる気配ないなっていう時には、ぜひね、こう他人の意見というか他人の声をちょっとうまく使ってあげていただいて、ちょっとさ、あいつに私のいいとこを言っといてとか、私のねちょっとこういう魅力的なこととかをちょっと話しておいてよみたいなことを言っといてあげると、まあ第三者引用という効果もあって、他人からねそんなこと言われて、いや、なんとかちゃんってすごくいいよね、なんとかちゃんってすごく魅力的だよね、なんとかさんみたいな女性と付き合える男って本当いいよねなんていうことを誰かから言われちゃったりするとね、あ、そうか、やっぱり彼女いい男の、あ、いい女なんだ、俺は追っかけないと他に奪われてしまうなということで、あなたを追いかけるようになると、いうことなので、まあこれもちょっと小手先が過ぎる感じもしますけどね、まあ、ただ男の人はそういうふうに、まあ、外部からの影響によってね、あなたを追っかけていこうとするきっかけというか、まあ、そのスタートスイッチになることがよくあるよねという、そんなお話でした。さあ、ということで、全6項目ご紹介を差し上げました。これまでもね、まあ、このチャンネルの中では随分ご紹介差し上げたようなお話もあるので重複するところもあると思うんですけど、まあ、男の人って割と単純で、分かりやすい、だから逆に言うとね、彼に追いかけさせたいのであるならば、あなたがね彼を追いかけることをした方がいいんだけど、しすぎない方がいいよねという、そんなお話、だから追いかければ追いかけるほどね、彼はどん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 増長していくので、逆にあなたがうまい具合に引くというか、まあ、逃げながら彼が追いかけるような仕掛けというのを作ってあげると、まあ、男の人ってね大概追いかけていくようになっていくと。もちろんその前提としてね、まあ、人間関係ができているというか、日常のコミュニケーションができているというか、そういう当たり前の話があったような話なんで、初めて会った人にね、いきなりこう逃げようとしてみたりとか、私希少性があるんよなんて言ったところで、はぁっていう話で終わってしまうから、当たり前の、まあ、コミュニケーションの大前提という、コミュニケーションの積み上げという大前提があった上で、まあ、こういうことをね、使っていただくと、彼はあなたを追いかけるように、しかも必死でね、なるということなので、参考になるようであれば、参考にしてみてください。現場からも以上です。